初東京からもう埼玉の川越でもうやめたくなって最初はダメですやっぱり。なんで走んなくちゃいけないのかなと思い出しましたね。だんだんやったろくになりますね。今はもうちょっと走ろう走ろうと思うんですね。本当バッテリーが持てば走りますけど、バッテリーがない。マウンテンバイクめちゃくちゃ速いですよね。俺この前50歳の人に全力でこっち走ってるのにどん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 軽く走ってる軽いストロークで抜かされてもう泣きそうになりましたね。結構よしちょっと頑張るか。ちょっとじゃあ行きますんで。それでありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。ありがとうございます。ポイ捨ては良くない。何をあれ飲んだやつ飲んだやつのポイ捨てかな。ちゃんとねビニール袋にちゃんとビニール袋に入れてますんでありますよ。だってもう到達点だからさポイ捨てとかする必要がないじゃん。お前らどうせ配信中に文句言うの知ってんだからさ、一回なら昔あったんだからさ、うん、めんどくせえのやめよ。お前らが全くポイ捨てしてないとは限んない。よいしょ。配信だから気をつけないといけないから。タバコ？バカじゃねえのお前。持ってる人がよ、な、映像見えてない人がもう灰皿持ってんだよ。灰皿を入れただけだろうが。映像で見えてないところを言うんじゃないよな。気を使って俺も気使うし相手も気使ってくれるんですよ。あんなもんは